どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきましょう。なあくん好きっていうね、ちょっといじけた女の子、まあキノピオなんですけれども、まあそういう方がいて、まあ非常に可愛らしかったですね。いやちょっと待って、それはさ、ピオさん好きに変えようね、キノピコ。僕ピオキング、おお可愛い。いやああいうね、なんかさ、ああいうことしてくれたらめっちゃ嬉しいよね。まあ、よしオッケー、じゃあ。あ、ここなんかさ、この黄色いなんかトゲの生えた人がいるから、勝てた。急げみんなでバトル。さて急ぎますか、みんなよろしく。お、今回なんかみんな礼儀正しいね。ね、あのキノピコとルイージとかめっちゃ可愛いね。マジで挨拶してくるんでるでで。いや今回めちゃくちゃ治安がいいですね。ただこんなに治安がいいのに、なんていうのかな、みんなでゴールできないコースっていうのは僕非常に残念ですね。よし、いやこれワンチャンあるよ。オッケー、レートも今僕が一番上だったしね。これ落ち着いていきます。僕ほいほい、よしあれね結構苦手なんですけど、一つのあのちくわブロック渡るやつとか。でもね落ち着いていけばね結構ねやっぱいけるよ。やっぱみんなでバトルしてると焦っちゃうんですけどね、やっぱそこは慎重に落ち着いていけば意外といけるんですよ。てかめっちゃ速くね、めっちゃ速いんだけど、このツタがマジで難しい。よしオッケー、あこれはツタを叩いて、よしツタを出す感じね。オッケーオッケー、キノピオはちょっと僕を抜いてきてるね。いやでもまだ大丈夫。さてここは風を味方につけて上に行きましょう。よしこれでゴールかな、もうゴールであっていいよ。それか右に、やったきた、この横右に渡る感じね、右に渡る感じっていうかこの横すくね。いやこれはワンチャン、よしもう勝ったでしょこれこれ絶対勝ったでしょ。いつからかね、雑談、まあ、初めてライブを雑談した時から、ピオキングさんの雑談が楽しいって言ってくれる方がね、ちょいちょい増えてきてくれてるんですよ。いや、しょうもないことばっか喋ってるんですけどね。この前動画にしてさ、キムチ牛丼とかさ、まあ、キムチ牛丼じゃねえや。まあ、キムチの上の牛丼みたいな感じのやつとか、まあ、そんな、しょうもないことばっかりなんですよね。ちょっと待って、これ、はい！いや！バーサス4レース。そういえば僕もね、4人用レース作ってるんですけどね、全然進まん。マジで進まんってか、難しいよね。お、バーサス3レースになったねこれで勝てるチャンスはちょっとグッと上がったんじゃないかな。じゃあ僕青に行きますね。よし、それじゃあ始めていきますか。青ね、青、オッケー、これは僕やったことあります。よし、でこれ確か3回行く感じでしょ。ほい、よし、オッケー、これ僕多分勝てると思う。めっちゃ早いよ多分、こういうのね結構得意なんですよ。ほい、よし、でもう一丁。みんなね多分このコースわからないからちょっと戸惑ってると思うんですよ。え、これどんな感じみたいな。でこのまんま鍵、これね1回だけじゃないんだよな。え、みんな早くね、え、みんな早いんだけど。いや意味わからん意味わからん。これさ確か僕の、いやこれリスナーさんが作ったコースじゃん。これね僕やりました。はい、リスナーさんがこのコース送ってきてくれたんですよ。いや今回もねリスナーさんのコース出てきたっていうのはめちゃくちゃびっくりしたーなーって思うんですけれども、ここもねやっぱ3回渡らなくちゃいけないんですよ。こうやってどんどん左に渡ってね、よし、でこのブンブンをね3回叩いて鍵を取れっていう感じですね。ちょっと、まあ、長いんでですね、カットさせてもらおうか悩みます。僕のトークがもた、今これ3周目なんですけど、めっちゃ早いよ僕。見て見て、ここはねめっちゃ早い行き方があるんですよ。ここね一回ジャンプするでしょ、ほいほいほい、これ早くない、ほらほら、でここもこんな感じで行く。いやこれで多分抜けたと思うんですよね。さっきのは絶対勝てたと思ったんですけどね、まあこれで勝ったでしょ。まあこのコースはですね全然余裕で勝てることができました。はい、チョキチョキマニアってハサミで何かを切るのが好きなのかな。2-1ドライドゥーン。さて今回もですね A 隊の方いました。チョキチョキマニアさんがねルイージで A 隊の方なんですけれどもね、そのルイージ、ちょっと待って、これは危ないね、危ない、ちょっと待って、今待って待って待って、よし来た、これはワンチャンあるよ。よし OK ジャンプでこのまま渡っていきます。ちょっと落ち着いていこうか、アイテム取っていきますね。いやしかもルイージ、うっそうーわ待って、今のは悔しい。キノピオか、キノピオが言ってんのか、キノピオやられないかな、キノピオ結構強そうだったもんな。やっぱ戦士なだけあって強いわ。また戦士いるわ、ちょっと対抗して名前変えようかな、武闘家ピオキング。タンタンタンから始まりましたこの音楽、まあ、久しぶり聞いた気がするなこのタンタンタン。さてこのスターがあってなんか非常に明るい感じのコースですけれども、だいたいこういうで最初にスターがあるのって、うわー今ね気温がですね3度なんですよ。3度、めっちゃ寒いんだよね福岡で3度って。今までどんなに寒くてもね
マイナス1とかだったんですよね。まあそれでも2月とか1月とかね、もう真冬中の真冬、もう雪がめっちゃ降ってるみたいな感じの時にマイナス1とかだったんですよ。まあマイナス1はね、まあ当然言わなくても寒いんですけど、3度とかね、もう福岡人からしたらもう冷凍庫だからね、マジでマジで冷凍庫状態。これ僕アイテム取っていきます。あのルイージは多分ねブラックパックに引っかかっていられると思うと思ったけど、何やってんのルイージ。うお、あ、みんな落ちてらっしゃる。アリ、え、これめっちゃアリじゃない？ナス今なんでナスって言った？じゃあこれ僕上に上がっていきますね。で、その福岡が今めちゃくちゃ寒いんですよ。で、まあその3度ぐらいで寒がってちゃ、全然まだまだだなっていうか、多分東北とか行ったらね、もう多分生きて帰れないだろうとは思います。東北の方とか3度より全然寒い方とかね、寒い地域の方とかめちゃくちゃいると思うんですよね。九州人っていうのはね、その寒いのにやっぱ慣れてなくて、やっぱもう死ぬ。4-1バレットビルボナンザ。さて今回のステージはですね、このキノコ、まあキノコがたくさんあってですね、まあクリボーとかに絶対やられそうな雰囲気を醸し出しまくってるこのコースですけれども、ちょっと待って、これマジ危ない、これマジどんぐりいるね。ルイージ絶対どんぐりいるよねここ。よし取っていこうね、一緒に行きましょうルイージ。あ待って危ない、ルイージはやられない、ま、やっぱりなんでなんでいつもさアイテム取った瞬間にさこういうなんか仕掛けみたいな絶対引っかかんのかな、なんでだろう。お、テイクうわー、トッルイージ行ったもん、ルイージ行ってらっしゃるね、絶対行ってらっしゃいますね、やられてないでしょ。うわこれはルイージさすがに失敗しないと思うんだよな。もう一回このあれ取っていきます。この何キノコ取っていくんですけれども、あキノコじゃねえどんぐりか、これ上か上って書いてるけど、上多分ボーナスステージっぽいから、兄貴。うわ見て、久々の怠慢、しかもレートほぼ一緒、見た目も正反対、完全に僕の方がねルックスが上だったね。よろしくマリオ、よろしくお願いしますね、よろしくお願いしますね、よしオッケー。どうしたマリオ、ハンデか、それはハンデなんだか、一応僕の方がレート上でしたよ。なるほど、これはハンマーに気をつけよう。よしオッケー、ここ落ち着いていこう、こういうとこはね落ち着いていった方がいいんですよ。あのハンマーをねやっぱ、うわー危ねえ、よしこれはキノコ取っていきます。やられない、大丈夫マリオ大丈夫、やられない、よしオッケー、オッケー。マリオは危ないな、マリオそれはそのチビ状態はめっちゃ危ないですよ、僕は倒さないでいきますもんね。よしオッケー、いやここら辺でちょっとねアイテムマジで欲しい、ちょ待って、よっとっとっと、オッケーオッケー、マリオやられた待って、ここはマジで危ない、よっとここはマジで慎重に行かなきゃまずいな。よしこの辺か、うわジャンプすんだジャンプすんだって。多分あの先もうゴールだと思うんだよな。よしオッケー、ブーメラン取っていく、え、マリオいないね、マリオ中間ポイント取る前にやられたのか、なるほどこれはもう勝ったな。よしマリオまだ来てないもんね、マリオ後ろいました、はい、これは絶対に勝つことができます、多分ここゴールです、はい、いやそうやって思い込んでいいのか、僕思い込んでいいのか、ここはゴールなのか本当に、ちょっと待ってキノコ、待ってマリオごめん、マリオごめん、よしオッケー、危ない今。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。